新 100m 競走の決勝レースを迎えます。この千葉県高校記録は10秒30、そして大会記録は10秒54。風も申し分ありません。絶好のコンディションであります。それでは出場の選手を内側から順に紹介してまいります。第1レーン入山くん、船橋宝田高校、準決勝は11秒11。第2レーン山田くん、市立稲毛、準決勝11秒09のタイム。第3レーン小川くん、千葉黎明、準決勝10秒99、10秒台です。第4レーン小池くん、西武大千葉、準決勝トップ10秒92。そして第5レーン田子くん、千葉黎明、復活10秒96。そして第6レーン竹内くん、西武大千葉、僅差の10秒93、西武大がワンツーです。そして第7レーン津川くん、市立船橋、11秒00が準決勝。そして第8レーンに小木くん、東京学館、レース11秒00のタイムであります。さあ僅差のレースが予想されます。男子 100m 競走の決勝レース、ご注目またご協力をお願いいたします。準決勝までのタイムですと小池君ですが、さあ田子君も出た、そしてアウトから追い込んだ。さあどうだ、ちっちゃいガッツポーズ。さあ竹内君が最後行ったか、10秒8台準決勝の記録を上回りました。まずこの8名にどうぞ大きな拍手を。いやー見応えのあるレースでありました。もう勝ちを確信したか竹内くん。1着は竹内くん、西武大千葉、記録は10秒86の準決勝の記録を大きく塗り替えました。そして2番目は田子くん、10秒94と出ております。さあご覧のリプレイをどうぞ。最後ぐんと伸びてきましたね。そして田子くん、西武大の選手が、1番3番ということになりましたでしょうか。風は追い風 1.4m、 公認記録、見事竹内くんが優勝。そして田子くん、小池くんと続いた男子 100m 競走、非常にこのわずか10秒間の間に本当にこう見応えといいますかドラマがありますね。またスタンド皆さんもまたご協力いただきまして、この雰囲気作り非常に選手に、力になったかと思います。以上男子 100m 競走の決勝レース終了であります。この後は混成競技の